皆さんこんにちは2019ここが出た官業本試験解答速報ということで、えー、本日ね2019年12月1日実施された管理業務主任者の本試験のね回答速報を始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いします で私が実際に担当するのはですね、えー、主に、えー、実務会計設備ということでね、えー、よろしくお願いします。はい、でまず全体的な感想ですがね、えー、皆さんお疲れ様でした。はいえー、昨年2018年に比べるとまあまあ点数は取りやすかったのかな。 とというところですねただ極端に簡単になってるわけじゃなくてそれから去年がど,どちらかというと結構難問で、えー、したのでね、えー、その点考えるとまあ元に戻ったっていう感じでしょうかね平均レベルにまあそんな感じだと思ってくださいですからまあ合格基準水準、えー、なかなか言いにくいところですが昨年よりも点ぐらいね、えー、上がるんじゃないかなとは今のところ感想としては思っております。はい でです、ね、まあ傾向なんですが、えー、っと一応全50問見た中でですねあのやはりストレートにポンポンポンと答えれるようなまあ 見ただけで回答できるっていうのはそれほど多くなくてっていうかあんまりなくて、えー、何だか考考ええささせせるることは考えさせるんですね。ですから勉強量がそのまま跳ね上がってきて勉強ちゃんとしてる人対策ちゃんととってる人はしっかりね、えー、高得点いったと思います。えー、してない人は結構ボロボロっていう感じでね、えー、そういうふうな傾向になってるんじゃないでしょうか。それはですね、えー、私が担当する建築設備もそうでしょうかねその傾向が一番強かったかとは思います。 えー、で具体的には私は問いの7番ですね、えー、これ、まあ、実務ということで、えー、標準委託契約書ね、えー、こちらから始まってずっと問いの28番建築設備ね、えーまあ、修繕計画のところまで踏まえて、まあ、途中民法の時効の話であったりそれからえー 標準管理規約ね、まあ、そういったところが入ってますのでそこは飛ばしつつも、まあ、ポイントをね、えー、まあ今回の問題ねちょっと少しだけでも解説したいと思いますのでよろしくお願いします。はいではですねまず問いの7番から、まあ、例によって。 で標準委託契約書が続いております、えー、これは1問たりとも落とせなかったかなっていう感覚がありますね。問い7、問い8、問い9とそれから、えー、1問、2問、まあ、時効の問題、えー、続いて問いの13ですかね、えーですはいえー。これ4問出題されておりますが。 4問とも取ってほしいところですね。問いの7番個数の問題でしたが、えー、まあ、個数の問題でそこはね、明らかに誤っているところ、えー、そこを探せっていうところなんで、えー、その中の足のい、e、いですかね、えー。この委託契約書においては警備業法に定める警備業務、これ入っておりません。えー、ですから、まあ、他のところ、まあ、ややあ、そういうの来てあったのかなって迷うもののね、まあ、ほぼほぼ入ってるんだろうということで、素直な気持ちでいけばね、まあ、間違えることはなかったかとは思います。はい。それから、 問の8番ですが、えー、これは契約の終了、まあ、解除のことなどを聞いておりますが委託契約書の中でねこれ昨年も取材されたんですがねいわゆる反社会的な、ねえー、ことを行った時はこれはもう債務不履行などの問題ではなくても,も直ちにね、えー、解除することができる催告などは要しませんということでしたね。昨年が、まあ、ずばり暴力団うんぬんかんぬんということだったんですが、まあ、今年のね、えー、この問いの8番の足の一部ですかね。脅迫的な助言暴力 まあこれで暴力団かどうかし知りませんけどね、えー、こんなもん反社会的勢力に決まってますから、えー、このようなね催告しなければできないというともう明らかに誤りですかねはいえー、ですはいまあ世の中こういうね、えー、反社会勢力に際してはね非常に厳しい世の中となっておりますのでポイントは催告なくね直ちに解除できるというところです、まあ、一部の社会にとってはねその反社会的勢力甘いところもありますけどね、えー、この業界は非常に厳しくね、えー、やっておりますというところですはい問いの9番 ですがこれも委託契約書ですがこれはあまり聞いてこないんですが通知ですね、えー、とある事柄はちゃんと書面で通知するんですがある事柄はね、えー、これは書面の必要性はありませんというとところでですやや常識係でもありますが、まあ、建物についてね名ッや既存とか貸したのあった時1台だった時に、ね これ書面まで起こしてっていうよりもまずは通知でしょうっていうことでね、えー、書面もちろんいりませんというのが足の3番目でしたねこれあの他のね、まあ、いろいろな変更事項の時は、えー、書面がいるということの比較ですのでねまあ、この点も容易だったかとは思いますはい 続いて、えー、っと、3問問で問いの13番目にもう1問ね、標準委託契約書が出てきております。で、これも典型的な問題で、えー、いわゆるあの報告なんですが、年次のね、管理事務の報告、これ、えー、会計の収支状況の報告も踏まえて、年次のものは管理業務主任者がしなければいけません。これも適正化法の要請ですね。ところが、 月時,えー、月時の報告であったりそれから請求時の報告これは管理業務主任者がする必要はありませんこれ適正法上のね要求じゃないのでね、えー、管理業務主任者の要求じゃないのでで,ですから、えー、委託契約書においてもこれ、えー、主任者これは要求されておりませんのでね、えーっとまあ、結論で言うと ETOV がねその主任者の請求が要求がないので不適切ということは引き難するとねあ 映画残るという感じでしょうかねはいで以上4問はこれはね、えー、しっかり回答するところでしたですねはいから、えー、問いの15番と16番がこれが仕分けですね仕分けは今年ガラッと傾向を変えてきましたということともう一つは税の問題が出なかったですね久々ですね出なかったのはねはいでところでその仕分けなんですけれどもまあ大体私がよく言ってるのは 中身が複雑回帰なように見えた時、えー、形だ形が複雑回帰なように見えた時はまあ中身は簡単ですというのそのの通りでしたねそれから、えー、問いの16番の方ものすごく計算させしなきゃいけないような問題ですが結論は手、えー、分けの問題で計算などは普通させませんからね、えー、あるところに気づいたかっていうところでしょうかねそれともう一つやっちゃいけなかったのはどつ、まあ、ボにはまって でこの特に問いの16番の仕分けの問題に何分も下手すると10分も20分もかけてやってないかっていうところね、えー、前半で1問で5分10分使ってしまうとその後結構え大引きますのでねそういうことをやらなかったかっていうところですねはいポイントだけですが問いの15番はですねまあ、今までの仕分けの形式がこういう事実があって、えー、正しい仕分けを 4, 4つの中から1 選べっていうことなんですがこれ、えー、今回の問いの15番はですねあいうえの4つの事例があって4つとも基本的には仕分けやってくださいっていうので異なる事例で4つの仕分けやるんですね。でそれで正しいものを選べなので実際にはやらなきゃいけなかったところでしょうかね。ところでその誤ってる箇所はまあ今までで聞かれた通りでですねまあ例えば足の1番なんかはねこれは、えー と2月分の支払いについ、えー、2月に、ね、完成したものの支払、まあのま工事費の支払いについてはこれ未払金で、えー、計上しなければいけませんというところですね。それから、えー、足の2番は修繕でも、えー、と取り替えなんかは基本的には建築設備という項目でやっていきますというところですね。それから足の4番は 4月分のの支払払いいななでこれは前払いになりますというところね、まあ、そういったまあいわゆる科目の使い方さえ間違えなきゃね回答はまあよいだったとは思います。厄介だったかなと一瞬感じたのは問いの16番の方なんですがこれ何かっていうとあやはりあいうえの4つの事例があってそれ全てやっ でそして総計として合計としてどういうものがあるかというところなんでねあい u えの、まあ、その仕分けをまあ全てしっかりやった上で、まあ、それを足し算した仕分けがどこにあるかっていうところをね探さなきゃいけません。となると具体的な金銭もね、えー、これ。 足し算していかなきゃいけないっていうところなんですがこれ実を言うとポイントは、えー、ほんの一つだけであってやっぱりここも科目なんですね。えー、これはまあちょっと回答だけ言ってしまいますと、まあえー、4月分ね、えー、4月分これ入金に関してはこれ前受け金ということですよね3月の仕分けなので。でその前受け金っていう科目を使ってるのは実を言うと足の 3番目と4番目しかないんですね。このの時点ででに消えるんですよあの、まあまもちろん事実は全部読まなきゃいけないものの結果としてですね、えー、その前受け金の項目を使ってるのは、えー、2つの足だけでさらにさらに最後の A の事例でですね、えー、これえっ、ー、と3月の仕分けでですねあの未就になっていたものね、えー、これのまあ 未就になっていたその3月を支払わなかったっていうことなのでその仕分けの。 いわゆるえ左肩に未収金って入ってるのがえっと二と三ですからまあ結局それを合わせると四番しかないということで計算一切いらないんですねまあここの余裕があったかというのは一つポイントなんですがまあえやはりこれまでの傾向の中でねえこれまあ感情科目から探っていくとまあ比較的わかりやすいですよというところかねまあそこもはちゃんとね形変えるのも踏襲している部分でしょうかねえ過去問対策やっぱりできたとは思いますはいで。 問の17番から、まあ、ずっっとまあ例によって、ね、建築設備が続いております。で傾向としてはうーん法令、まあ、建築基準法の詰まりの問題が多かったでしょうかね。 それと、えー、まあ、建築基準法、まあ、法律で出てきたので、まあ、正しいものはどれかっていうことなので、まあ、ちょっと3つ切らなきゃいけなかったりするので、その辺はね、め、えー、まあ、結構大変だったと思います。ズバリズバリここ誤りだからバツっていうのがね、えー、それほど多くなかったっていうところでしょうかね。はい。それから、えー、難問、まあ、かなり考えたとしてもね、まあ、3。 くらいだったでしょうかね番号で言うとまあこれは今までほとんど触れずに、えー、専門的すぎるかなと思ったのは問いの22番ね、えー、建築司法のその定義なんかこれはさすがに対策としてやってる人はい、ね、ないと思います。それから23番これあの実際のまあ薄い排水設備のちょっと細かいところでしたかね。それから 25番まあ LED ランプ好きなんですねけどちょっとその辺の細かいところもあったりしたので、えー、まあこの222325はこれはまあ解けなくてもいいかねただ結構常識のの範疇ででけたたもあったんですね例えば問いの23番目なんかは、えー、これ薄い排水関係問いの23番の足の1番目ですかね。 薄い排水関係の算定に用いる降水量は各地域ごとの平均降水量を採用するとんちょっと待ってよえー、その排水管が平均値考えて流してくれるかなあのものすごく降った時にどういう状況になるかっていうのがこれやはりきちんとしてやらないといけない。 おそらく、えー、最高降雨量かどっちかなんだろうかなってそれこそここ特に今年のね、えーまあ、夏から秋にかけての雨、えー、予想をはるかに超える、まあ、そういうことが前提としてあったりするので、まあ、少なくとも平均じゃなかろうとかっていう感覚で、まあ、僕がよく言うのは余裕さえあれば常識で、えー、解けるっていうような問題、ね、もありましたのでね、まあ、そういうところはちゃんと取ってくださいというところです。はいで えー、もう一度番号問いの17番から戻っていってポイントだけ挙げておきますと問いの17番、まあ、あんまり聞かれないところなんですがやや数字的な感覚でねあのいわゆる階段の,、まあ、あの踊り場の話なんですけれども、まあ、やや感覚では解けたとは思いますね。はい、はいえー、でした、はい、とあとはあのちゃんと階段のこれは何度か取材されますので。あの 蹴上げと踏み面のね、えー、その基準、えー、蹴上げの方が20、えー、踏み面の方が二十四ということでねここを押さえておけば、まあ、簡単に取れたかとは思いますねはいから十八からなんですが建築基準法ではあまり聞かれないような問題ね、えーまあ、ここ数年官業でもですねあのいわゆる周 集団規制の方がちょくちょく出始めてますですから宅建など勉強してる方にとっては比較的容易に取れたのかなとは思いますね問いの18番、えー、しかも近年の改正でね田園住居地域のに建築できるかできないのかの話だったんでね、えー、まあまあ たっ、まあ、宅建とか勉強されてる方はね、えーまあ、しっかり取ってほしいところでしょうかねそれから一つとみますがあの問いの20番これはもう官業では初めてだったんですが特定住宅ね貸し担保責任の履行の確保等に関する法律ねいわゆる住宅貸し担保履行法ですがね、えー、規制の対象としてはもちろん 建築業者それから、えー、建築業者としてはこれ受け負いですからね、えー、それから他、えー、建業者ね、えー、ということとなりますまあところで貸し担保責任はなんですね、えー、これはあくまでも売り主であったり受け負い人がね、えー、追うところなので、えー、もちろんその 人ね、えー、それから、えー、まあ売り主となったる宅建業法ね、えー、宅建業者、えー、これは、えー、要求されることとなりますがね、えー、宅建業者が自ら売り主となって飼い主に引き渡すね、えーまあ、新築分譲住宅について、えー、宅建業者が自ら売り主となっておりますのでね、まあ、この時の、まあ、貸し担保的にこれは終わらないでいいだろうという感覚と,、まあ、感覚として解けるとは思いますね。はい、はい、まああのー 知識がなくても解けるような問題ではありました。はい。で、あとは問いの19番戻りますがね。建築。 基準法のやっぱりこれ容積率でまた集団規定の方なんですが、えー、いわゆる容積率が出てきたらもうあの緩和あのね算定しないところとなりますでしかも、まあ、今年、えー、かな改正されたいわゆる宅配ボックスです単純な数字で100分の1、まあ、他ごちゃごちゃあるんですけど宅配ボックスね100分の1、えー、というのを覚えとけばなん、まあ、とでもなるような問題ではありましたかね。はい問い問のままた建築基準法なんんですがこれ定義絶対落とせません ね、主要構造部のその用語の定義は、まあ、主にですけどね、これは防火の観点ですから、再開蓋の床はこれはもちろん含まれておりませんというね、えー、です。あの、えー、構造体力上主要な部分とのよく引っ掛けがあるところですね。用語でも比較的簡単なところでした。はい。から、えー、問いの24番消防法なんですが、あまりけんあの消防設備そのものを 聞かなくなくったんですが、まあ、少なくても消防隊が使うのか住民側で使うのかっていうことでね、えー、消防隊が使う消火活動上必要な、ねえー、施設、まあ、これは代表的なもの、まあ、例えば連結送水管であったりね今回も出てきた非常用のコンセント非常コンセント設備なんかはもう典型的なものなのでこれもやっぱり取らなきゃいけないところでしたでしょうかねはい。から、えー、問いの 26、この先ほど言ったように LED ランプ、まあ細かいことを聞いているのでね、えー、あまり身にしないところなので、これを落としていいとは思います。はいから 問いの26番は標準管理規約なんで省略させていただきますが問いの27番28番、えー、長期終電計画ですねそのガイドラインからえー、とあんまりこれもね、えー出てあのー、多く出てこないんですが今年は2問出てきましたがねまあところでめっちゃ簡単でしたかね、えー、この長期終電計画の中でもちろんこれは 計画終電工事、ねえー、を中心と、えー、考えておりますということと問いの28番の方は、まあ、もちろんこれは、えー、見直しはね5年ごとにやりますということで行うことは不要とかもう明らかにおかしすぎるというところが続いていきましたのでそう考えるとまあまあ、えー、建築設備の問題としてね問いの番かあ17番から28番ね、まあ、途中規約なんかもありますが。 12問のうちうん今年に関しては問いの17番から28番の12問のうちうん8 9は言ってほしいできたら10ぐらいいけたんじゃないかなってねでそういうところはね、えー、で今年に関してはあもちろん一発で分かるっていう問題はそれほど多くなかったので、まあ、ところで何問もそんな多くなかったので、えー、しっかりね勉強がいくるところです。ははいいいいその辺ね、えー、ちょっとと確認ししてたただければと思いました、はい それでは、えー、っと2019年のね管理業務主任者の回答速報、えー、実務会計建築系でした。皆さんお疲れ様でした。